一人で釣ることはあります。まあ、1週間前くらいですね。その時は訳もなくムラムラしてっていうタイミングでした。そうですね、大体ね、まあ、週1回ぐらいはそういう瞬間があって してるなと思います。周期があってすごくいっぱいしちゃうなっていう時はあるんですけど、今は割とね、そんなに多くはしなくて、1回でたっぷりして自分の中で満たされるぐらいしたら、結構あとはそんなに頻繁じゃないかなって感じがしますね。2、3回はちゃうぐらいとか、そういう感じで。それがね、意外と10分とかでそこに到達しちゃって、あまり時間長くないんですけど、今はね、でも自分のでって感じですね。良さは体温があってあったかいっていうのと、自分一番なんていうか細やかかなって気がしますね。自分の触りたいように触れるので、一番使えるような感じが、使い勝手がいいっていうか、そういう気がします。私はね、人差し指を使ってます。してる場所は、家族がいない時のベッドか、お風呂場かとか、お風呂入ってる時か、どっちかが多いですね。そうですね、ジムのシャワーで、ジムで運動した後に、なんかムラムラっとして、シャワーでやっちゃって、そういうことに一人でしちゃって、最速で高まるように頑張って、あんまり時間かけれないし、声も出せないしっていうのが変わった場所かなとは。でもやっぱり 3、4 分はかかっちゃったかなとは思いますけどね。最速でしたけど。私はね、なしの方がいいんですよね。多分弱くて、お酒を飲むとあんまり動けなくなって、眠くなったり、こう気持ち悪くなったりが来る時もあるので、頭振ったりしちゃうとなんか酔いが回っちゃってみたいな。なので弱いから多分ない方がって感じで。中学1年生の時でした。なんか体がやっぱりちょっと出来上がってきてたのか、なんかムラムラしてこう触りたくなってっていう風なのが自然と来ました。でした、最初は。あとでもなんか、うちおばあちゃんがいて、おばあちゃんがなんか四角いマッサージ機みたいなの持ってて、元祖っていうか、そういうのを使った時もありました、後々は。見るものがなくて、映像とかそういう雑誌とかもちょっと手に入らない時代で、だから頭の中でこう好きな異性とか男の人を思い浮かべてとかで妄想しながらとか、そういう感じでした。全然まだね、中1って彼氏もいなくて、本当にクラスメートのイケメンの男の子とか、そういうレベルの感じでしたね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。